番コーラス部による合唱キヨの湯道後温泉今の夏あの日からです。日は原田さん先生で伴奏は長岡まどかさんです。それはずっと昔の話じゃ。足に怪我をした一羽の白鷺が道後の谷間に舞い降りてきた。そうして実行引き持ってある岩陰に歩いて行ったんじゃ。その岩の間には小さな泉があった。白鷺はその中に怪我をした足をつけてじっと休んどったそうじゃ。しばらくしてから白鷺は一個引き引き泉から上がるとどこへともなく飛び去っていった。翌日またその白鷺が飛んできた。そして岩場の泉に足をつけて静かに休んでからまた飛んで帰った。湯気の数が多いことでも有名なんよ。